フセイン一世、フセイン一世、ビンタラール、1935年、11月14日から1999年2月7日は、ヨルダン国王、在位、1952年8月11日から1999年2月7日、父のタラール一世の退位に伴い即位した。ヨルダンで発行されている20ディナール紙幣に肖像が、使用されている。 ヨルダンで中東教育を終え、アレクサンドリアのビクトリア大学に入学し、サンドハースト王立陸軍士官学校で教育課程を得た。1951年7月20日、フセイン王子は祖父のアブドゥッター一世と金曜礼拝を行うエルサレムに旅行した。祖父はアルアクサモスクの最も聖なる神殿の一つのミみンでエルサレムの全軍事知事アブドゥッターアテルと、 ムサーブドゥラフセイに博士にそそのかされた、狙撃手に暗殺された。暗殺者はフセインも撃ったが、若い王子は、祖父が最近授与しつけるよう強要した勲章に、偶然にも当たって銃弾から守られたと言われている。アブドゥッター一世の死後、父のタラール一世が即位したが、極端なまでのイギリス嫌いであり、祖父の腹心であった、グラブパシャ、アラブ軍団の指揮官のイギリス人、 ベインゴットグラブ中将と衝突するなどの問題を起こす始末であった。このため、その在位中は、パラール一世の弟、ライフが殺傷になっていた上、在位一年で、精神状態が悪いという理由で議会により退位を余儀なくされ、統合失調症を患っていたと言われている。息子のフセイン王子が1952年8月11日に16歳で、即位したが、法定年齢以下で、 一年後の1953年5月2日には、トコのファイサル二世の申請宣言に慌て王となった。不正二世の知性は物議を醸した時代で、政治主学者の中には、日オリミ主義というものもいる。中東における西側諸国の聖域であり、保護国であると見られていたとはいえ、第三次中東戦争ではを、ガマール、アブドゥルイコールナーセルのエジプトと共に主導し、 国内からパレスチナ解放機構、PLO 排除を命じたヨルダン内戦のような事例もある。1985年に PLO と和解して、アンマンデヨルダンとパレスチナによる連邦制で合意する。1988年7月には、フセイン一世は、アブドゥッター一世の時代から主張し続けたパレスチナの領有権を破棄し、パレスチナ国の建国を支援した。 ヨルダンは1990年の湾岸戦争でサッターム・フセインと戦うことを拒否することで西側諸国などの多国籍軍を無視した。このことはヨルダンと同じくイラクを支持したイエメンと同じようになどで同盟関係にあったからとされる。この事件でアラブ世界のほとんどの国と仲違いした。1994年10月26日、フセイン一世は1970年代から 密かに、イスラエルと始めていた和平交渉を、として終結し、戦争状態を終えた。王は三冊の本に書いている。頭の中の困難、1962年、子供時代と王政初期の時期について、イスラエルとの我が戦争、1969年、そして、国王の仕事と、ネタニヤフの著書、高級平和、1993年、2000年改定。 によると、イスラエルと非公式に平和を得るモチベーションがあり、その代わりに、イスラエルが攻撃するならば、テルアビブに逃がすと言って、ヨルダンに対するイスラエルの政策は、この領域に対する、いかなる攻撃も仲裁に入って、安全を保障するものだった、明確に、シリアとイラクを指している。フセイン一世は平和条約を交渉した、イスラエル首相イツハクラビンと、 強力な連携を発展させた。フセイニ一世はラビンの葬儀で力強い演説を行った。フセイニ一世は在位中に物議を醸すことを多く言ったがその成果はヨルダン人に認められた。第三次中東戦争では大いに踏みとどまりヨルダン経済を成長させ1956年から1963年に年間の支出を倍増させた。 ヨルダンの発展を手助けし、さらに安定させた。例えば地勢の初めに水質と電気に加えて、下水処理の確保に留意し、当時は人口10%しか恩恵に預かれなかったが、地勢の終わりには99%に達していた。加えて、ヨルダンの識字率は33%だったが、1996年には85.5%になり、今も増え続けている。 他に成果として、個人の摂取カロリーが50%程度までなり、幼児死亡率は減少している。1999年2月7日に、ヒホジ近ン,ンパシュに関連する病気を併発して死去した。不正義ニッは長年にわたり、病気を患い、アメリカ合衆国ミネソタ州ロチェスターにある、全米屈指のレベルを誇る、総合病の名誉クリニックで治療を受けていた。 死の直前に考えを変えて、数十年間王太子だった弟のハサンから、長男のアブドゥッターに王太子の地位を変更した。その時高熱が繰り返す中で、さらに治療を受けるために、1月25日にアメリカ合衆国の病院に戻った。その週の初めに骨髄移植を受けたが、移植は失敗し、国王は自国で死を迎えることにした。死んだ時点で、国王は、 国際政治で最も長く政権を担った人物の一人であった。王位はアブドゥッター二世が継承した。四回結婚したが、同時に複数の女性とは結婚しなかった。四人の妻は以下の通り。エジプト生まれのタラール一世の三番目のいとこ。1955年4月18日に結婚。ケンブリッジ大学を卒業し、カイロ大学英文化の元講師。 花嫁は二十六歳で、花婿は十九歳であった。九百五十六年に別居し、九百五十七年に離婚し、この時王妃はとして知られることになった。九百六十三年にエジプト市民になり、九百七十年十月、パレスチナ解放機構の高官になる、パレスチナゲリラの司令官ことと結婚した。アントワネット・アブリルガーディナー。 アントワネット・アベリル・ガードナー、トニー・ガーディナーは1941年、イングランドのチェルモディストン生まれ、旅館の主に転じた英国陸軍軍人、ウォルター・パーシー・ガードナー中佐の娘で、元タイピスト、ホッケー選手として受賞経験がある。映画、アラビアのロレンスの撮影セットで、秘書アシスタントとして勤務中にフセインと出会った。フセインは、自軍の兵士に、 映画のエキストラ出演を許可しており、何度となく、視察に訪れていた。1961年5月25日の、フセインとの結婚後、ムナールイコールフセインと改名し、1962年の、第1子アブドゥッター、ゲンアブドゥッター2世誕生後は、ムナールイコールフセイ王妃、プリンススマナールフセインと呼ばれる。ムナー王妃は、 イスラム教に改宗しなかったとしばしば考えられている。しかし、ヨルダン憲法第6第1節第28条、e、以降ではムスリマである妻から生まれたものを正当な王い継承者として求めている。ムナーが改修していなければ、アブドゥッター2世やファイサル王子、その他の子供たちは王い継承権を得られなかったため、原告をアブドゥッター2世が、 ムナ王妃の息子である事実は、王妃が回収したことを証明している。1971年12月に離婚したが、離婚後も、ムナある、イコール不正王妃という名前や称号を使用する、ことを許可されており、現在もヨルダン在住である。アリアバハ、イコールディントゥーカン、アリアバハード、人当婚、1948年から1977年、エジプト出身。 クイーン・アリア国際空港の名前の由来になっている。ヨルダンのアンマンのヘリコプター事故で死去した。リサ・ナジーブ・ハラビーは、シリア系でアメリカ生まれである。イスラーム教に改修して1978年6月、ヌールアル・イコール・フセイヨーヒ、クイーンのワル・フセインとなる。加えて1959年に、b 級映画女優、 スーザン・キャボットと結婚を前提に交際していたが、彼女がユダヤ人であることが発覚し、ヨルダン国民の反ユダヤ感情に配慮して、関係を断った。しかしスーザンが出産した小人症の息子、1964年生まれ、が彼女を殺害した容疑で告発されると、フセインは密かに関係が続いていた自分が父親ではないかと感づいたが、証拠は何もなかった。 アマチュア無線化としても知られる、コールサインは G1 地域番号、個別記号はない。国籍符号 G の次の数字は不繊維一世の1である。無線更新を行ったアマチュア無線化にはアラビア語で親愛なる我が友へと直筆で書かれた QSL カード更新証明書が送付されていた。また、ヘリコプター同様に飛行機の操縦も好きだった。 以下の階級を保持していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。